さあ始まりました、天下一 FM。 こんにちは、パーソナリティのポジティブアイムです。格闘技イベント天下一プロデューサーのヒロトです。よろしくお願いします。お願いします。この番組では格闘技イベント天下一の選手や関係者をゲストに迎え、格闘技や大会のことはもちろん、裏側や選手の素顔にもスポットを当ててお送りしていきます。普段はお笑い芸人をしている私、ノーブレーキポジティブアイムと、元キックボクサーで県内初のキックボクシング世界チャンピオンになったヒロトさんというコンビでお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。さあヒロトさん、はい、最近どうですか？いいことありましたか？いいことないですよ全然。いいことありましたか？いいこと、いや、いいこと尽くしですよ僕は、はい、奥様との、それ以降の話どんな感じ？先週ね、先週、うん、妻ともうバチクソに喧嘩してるっていうね、はいはい、家で少年だったわけですよ。まあ 2日間でしたっけ、はい、もうトータルね3日間ぐらい僕はコミックバスターに住んでましたね、はい。フラットルームに、たえもない喧嘩ですよね、ちわ喧嘩でございましたが、はい、まあ、長引いちゃって思ったより、はい、ただ仲直りしました。あ、本当ですか？よかったです。ありがとうございま す。まあ、仲直りというかね、はい、まあ、家出中にですね連絡がありまして、はいはい、今日は沖縄そば夕飯多く作りすぎちゃったから食べてねってハートが来たんですよ。わあ、いいっすねそれ。もう変えるでしょそんなもん、はい。でどんな感じですか？わらだったりとかじゃないですか？わらってなんですか？来た瞬間になんか何だと思ってる、仕掛けられて開けた瞬間とかみたいな、なんか落ちてくるとか、はい、そんなわけないでしょ。、うん、妻の方がやはり一枚上手というか大人でございましてね。あ、そうですね、はい。まあ、でもそのなんていうんですか、連絡来た時も一回グッと我慢してね、はい、僕も意地がありますから、はいはいはい、一回既読スルーの時間は設けましたけど。無駄じゃないですかそれ。いや本当ね、時間の無駄なんですよ、はい、本当にね、1秒でも早くね仲直りした方がいいんですけどね。で沖縄そば美味しかったですか？あ、美味しかったですよ非常に。あ、いいですね、はい、沖縄そば美味しいですよね。美味しかったですね。まあまあそんな感じで、僕はあれなんですよ、はい、すごく今金運が良くて、金運、はい、はいはいはい、はい、金運が良くてですね、というのも、うん、初詣に行った時に、はい、見せましたかね、五穀神社で、はい、こういうものを買ったんですよ。ちょっとご覧いただきたいんですけど、五穀神社、あのそんなの売ってるんですか？ゴールデン1万円でございます。これ 24K24金のゴールドが、金が入って、なんか配合されてるのかな。へー、すごい。ちょっとラジオを聞きの皆さんにはピンとこないかもしれないですけど、はい、まあ、キンキラのね偽物の1万円札、うん、あ、まあ、おもちゃですね。はいはいはい。え、五穀に売ってるんですかそれが？初詣の時に家族と行ったんですよ。はい、家族と見させてもらっていいですか？すいません、 あんま触らないでほしいです。嘘つ、どうぞ。いいじゃないですかちょっとぐらい。すごいですよね、なんかラッピングも綺麗にされてて。あー、本当だ。単純になんかネタで使えるかなと思って買ったんですけど、はい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 、その五穀神社 の、はい、お正月の時ってほら出店が立ってますでしょ、わーっとお祭りのような雰囲気で、うんうんうん、その出店の一つに行きまして、あ、そういうと神社自体に売ってるんじゃなくて、そうですそうですそうです。で、買いました。でそれ買うきっかけになったエピソードがありまして、はいはいはい、まず僕の1歳の次女がですね、まあ、家族で行ったので、はいはい、次女がネズミの、うん、この振ったらカランカランってなるようなお守りを、うん、まあ、それも金の縁起のいいお守りを、うん、はい、その出店で勝手に触って遊んでたんですよ、はい、で、ダメよお店のもんだから触らないでみたいな流れになるわけじゃないですか、はいはいはい、そしたらもうそのネズミのこのお守りみたいなの痛く気に入っちゃって離さないんですよ、はいはいはい、でもダメを返しなさいみたいなこの押し問答があったら、うん、そこでその時だけアルバイトしているような本当に若い子、うんうんうん、高校1年生ぐらいも本当に見た目も若い子が、はい、じゃあいいよ分かったよとか言って、はい、自分の財布から、はい、もう若い子の財布ですからもう本当にマジックテープで、はい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 、2つ折りのナイキって書いてある、うん、なんか昔持ってたのはい、はい、あれもはい、はい、あんな感じの財布から、うん、1000円出して、はい、買ってあげるよって言って、へー、待て待てと、僕ちょっと待ってよと、はい、時給いくらか分からんけどその正月の短期のバイトで、はいはいはい、なっけなしのじゃないけども、はい、そんな子の財布か1000円、この気持ちがすごい嬉しくて、いや嬉しいですね、なんかお前めっちゃやつだなと思って、うん、お前いい子だなって、この子が本当になんか受験とかも
全部成功してほしいなって思ったし、この子に対して、はい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 、だからもういやいやじゃあ悪いからもう逆に商品買いますよって嫁さんの分と、うん、で僕はその1万円札の金キラのやつを買ったって、はい、でそのお店の人が言うにはこれ金運がね上がりますからねって言って、うんうん、上がりますようになんて言われて、はいはい、なんかいい話です、ね、だからエピソードというか買うきっかけになったのがすごいあったかい気持ちになったので、うんうん、人の優しさに触れたというか、はい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 、でそれでまあ財布に一応入れてるんですけど、はい、ちょ金運がいいんですよ。へえ、パチンコめっちゃ買ってますね今パチンコダメです、もう勝ってるっていうのもやめといた方がいいですよ、ね、あもちろんもちろんです、うん、もうそういうのはあぶく銭って分かってるんで、はいはい、まああれですよ、うん、もう何ちょっとでも買ったら、はい、全部僕物に変えてます。あ、はい、で最近あの AirPods Pro っていうのがありまして、はい、これがあのひろとさんあれですよね、 iPhone ですよね。そうです。でいつも何か音楽聞かれてますよね。まあまあまあたまにですね。え、あれイヤホン何も聞いてないですか。じゃあ聞いてないです。え、あれほら運転中とか電話とかなったらすぐ取れるように。ああ、なるほど、はい、はいはいはい、そういうことですね。まあでも、うん、AirPods Pro っていうものがありまして、はい、こうおすすめなんですよ。それであの買ったんですけど、うん、僕は僕銭でね、はい、まあでもね 2,3 万するんですけど。これ何ですかそのあれは。いや、まあ端的に言うと超スーパーイヤホンです。あ、この密閉型のこのキュッて閉まるタイプのラバーがついてて、外の音が聞こえないイヤホンってあるじゃないですか、はいはいはい、タイプの、はい、形はそれなんですけども、はいはい、ボタンを押せば外の音も取り込めるんですよ、はい、へえ。密閉にもしたり外を取り込んだり、例えばその音楽を聴きながらコンビニ入ります、はい、そしたらまあボタン操作ポチッ、まあ、そのイヤホンをカチッと押せばそうなるんですけど、はいはいはい、店員さんとお話しするときにカチッと押せばその人の話も聞こえる。お、一回じゃあ取ったりとかしなくていいってこと、ね、取らないでいいんですよ。だからもうずっとつけっぱなしでもなんならいいぐらいの感じのものがあって、はいはいはい、これおすすめです。それこそ電話も取れますし、はいはい、ただあのず電話用だったんですね。電話用です。あ、そうなんですね。あれミュージック聴いてると、はい、僕全然いいやつじゃないんで、あれ3000円ぐらいのやつなんで。いやいや、まあまあいいじゃないですか、はい、はい、まあね、3万円3万円でしたっけ。いや、そのエアポッツプロ3万円するんですけどまあなんか充電が、あ、ミュージック聴いてると、あ、ミュージックって言うんですね。音楽ね。いや、いいんですよ、ね、いやちょっと気になっただけで、はい、ミュージック音楽を聴いてるとですね、はい、いいです、はい、なんだろう、あれ3、4時間ぐらいしか持たないんじゃないかな。4時間ぐらいだったかな。まあそうですか。で結構早いんですよ。 AirPods は半日は持つんじゃないかな、うん、あ、本当ですか。でそのケースがまず充電なので、ケース入れて充電して、はいはい、1時間充電でもう半日ぐらい聴けるっていうふうに書いてましたよ、うん、まあ、充電に関しては全然余裕なので、はいはい、気になったらぜひ買ってみてください、はい、あとあのなんか披露宴会場、なんかトラックとか運転手の方が片耳だけあのなんかつけてる細長いこの電話用のイヤホンありますよ、片方だけ、はい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 、ちょっとかっこいいやつ、はい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 、あれなんかでもつけたいでしょうね、つけたいんでしょうねって人いません？ファッションとしてなんかもう本当そうそう、ファッション、あ、そっか、なんかちょっと、あ、なんか おじさんが、はい、おじさんですよ、はい、披露宴会場でお客さんで来てて、うん、それつけてる人見たら僕腹立つんですよ、めっちゃいやお前そんな電話かかってこないよって別に、いや、まあね、うん、多分なんかつけたいだけなんですよ。あ、一応かっこいいですもん、なんかこの、かっこいいなんだろう、気持ちわかるんですよね。え、あ、なん、うん、なんて言うんだろうな、なんて言うの、ほら SP みたいな感じの、そう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 、あの片方だけのイヤホンってのかっこいいじゃないですか、うんうん、ちょっとブルーのライトが光ってたりして、はいはい、でもなんかいやお前そんなかかってこないよみたいな人がつけてるのを見ると腹立ってるんですよねいいじゃないですか、うん、なんか腹立つことありません、いろいろ。あ、でもあれ難しいですよ、あれ。それまたこのなんだろうな、いや、なんだろうとごめんなさい僕あの、はい、まあ、僕もデブなんですけど、まあ、小デブなんですけども、はい、あのちょっとぽっちゃりした人とかがエナジードリンク飲んでたら腹立ちます、はい、何をこれ以上お前エナジーを取り入れようとしてるんだ取りすぎだろって取りすぎだろっつってそういう人でしてエナジードリンク好きなんですよ。僕も気持ちわかるんですよ。腹立ちますよ、エナジードリンク飲むやつ。いや考えたことないですけどねなんか面白いなそれさあ、まあこんな世間話というかね、うんうん、まあ、はい、お話は置いて今日ゲストの方も来ていただいております、はい、それでは紹介したいと思います。この方です、どうぞ。はい、こんにちは、翔平です。
はい、よろしくお願いします。翔平さんはですね、まあ、プロの格闘家の方でございまして、うん、社員沖縄というかね、あのひろとさんとこでプロとして活動されている方ですよね。あ、はい、そうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここからのお時間は、まあ、翔平さんを交えてですね、うん、あのいろいろお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただですね、あのもう試合が近いのかな、試合が控えてますもんね。そうですね、またちょうど、2ヶ月後でになりますね、はい、試合をがこのメインイベントで、試合が決まっております、はい、天下一、キック、はい、フェザー級タイトルマッチですね、はい、翔平選手が今チャンピオンなんで、はい、防衛戦となります。おお、防衛戦ですね。もちろん僕も会場に応援に行く予定なんですけども、うん、ね、ぜひ防衛してほしいですね。そうですね、やっぱり今沖縄 の, い、一番なんだろうな、もう顔というか、うん、天下一の 顔となってますんで、うわー出た、うん、もうこれ本当に天下一の今看板選手なんですよ。おお、翔平さんどうですか。そうです、ね、だから次ね、はい、うん、もう看板選手としてやっぱ勝ってもらわないと。そうですね、はい、看板が落ちてしまうんで、ね、いや落ちることはないと思うけど、まあね、はい、まあ、その試合のプレッシャーとか、まあ、練習の取り組み方が変わったりだか、そういったお話をですね、うん、まあ、次週聞こうと思っておりますので、はい、まあ、今週はちょっとね、いろいろ、うん、まあ、たわいもないじゃないですけども、お話をしていこうと思いますので、うん、よろしくお願いします。さあ、先ほどですね、うん、まあ、ちょっとしたラジオを始まる前の会話からラウンドガールのお話があったと思うんですけども、はい、ラウンドガールと付き合う選手って言います？どうなんですかね。翔平選手がよくわかるじゃないですかね。え、 NG なんですか。NG ではないですよ、決して NG ではないんですけど、はい、まあ、そういう方もいないことはないんじゃないですか、ね、限りなく NG に近いですよね。でもそれ今のこの雰囲気を察するに、いやー、ちょっと いやいいんじゃないですか、ね、もし仮にこのラウンドガールの方が、うん、この選手かっこいいなってやっぱファンになったりするわけじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、今ほら SNS の時代ですから、はい、DM とか DM ね、うん、直接やり取り、そうそうそう、そういうのはやっぱりそこがきっかけでこう仲良くなっていくっていうのもやっぱ多いとは思いますよ、うん、だってね、試合してて、はい、ラウンドガールさん途中でこうまあ、ラウンドガールですから、はいはい、出てきたり出たり入ったりするわけで、はいはい、ね、それでやっぱ勝った方ってかっこいいじゃないですか。そうですね、特に翔平選手なんて甘いマスクだし、うん、ね、ファイトスタイルも正統派だし、それでバーチン勝って、うん、このラウンドガールがね、はい、ね、かわいいなとか思ったりすることもありますでしょ、翔平さん。いや、もちろんあります、あります、ね、はい、で連絡先交換したいなとかそう、だからそれは本当そこですよね。だから、うん、だからただラウンドガール次回も綺麗な方がもう新しい初めての方なんですけど、はい、これ言っていいのか分かんないですけど、はいはい、もういいかな別に、なんかこのラウンドガール初めてやるって方が来た時に、はい、ああその試合後なんかいろいろメッセージが来たりして大変だよな、大変だろうなって想像してしまうんですよ自分。え、どういうことです。あ、なんかその子に、そう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 、なんか選手とかっていうのはやっぱり一回ほら、はい、フォローしたりとかするわけですよね、この人の存在を知っちゃって、はあ、そしたらでメッセージ送ってみたりとか、はいはいはい、する選手結構いるんですよ。あるあるなんですね。そうそうそう、ね、だから大変、なんか大変だろうなっていうふうにはちょっと思ったりするんですけど、一応なんでしょう、うん、事務所的にも、まあ、そういう連絡来ると思うけども、うん、一切無視してよと、はいはい、でいうことは言われてるでしょう。だって恋愛になってしまうとね、うん、仕事になりませんからね。そう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 、うん、ってことですよね、うんうん、でもなんか、まあ、そんなこと翔平、うん、まあ、翔平もそうなんですけど、はい、なんか勝った人ってめっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい、もちろんですけど、うん、で負けた方 この神谷さんが言ってたわけじゃないか、ね、あれじゃないですけど、はい、負けた方も、うん、がモテたりするんですよ意外に、ラウンドガールとかに。何であるんですかねあれ。これは僕今聞きながらすぐ分析したんですけど、はい、母性本能ですよあやっぱりなんか守ってあげたくなる。あー、そっか、なんかそういう選手とか見たりすると、まあ、いろんなね、女性ラウンドガールじゃなくていろんな女性がいると思うんですけど、うん、負けてモテる選手もたまにいるんですよね。モテる、モテるっていうか、うん、でもなんか自分の彼氏が負けるの見たらどう思うんでしょうね、うん、ラウンドガールさんはね、勝った方に行ったりするのかな。辛いですねでもそれは。
ねえ、で本当に、うん、でもどうなんですかね、もう、でもね、それはもう人なんでしょうね、うん、前あのお話ししたじゃないですか、格闘技やってる人の奥さんとか彼女可愛い人、綺麗な人多いみたいな、はいはい、でやっぱあの強いオスに行くんでしょうねっていう話しましたっけ。しましたね、うん、だからそういう本能的なものもあるかもしれない。いいなそれだったら、羨ましいわ。いやでもあの翔平とかをすごく本当にモテるんですよね、自分結構。いや翔平さんモテるよ、めっちゃモテるんですよ。モテるわけがないもん、うん、本当に。自分なんか全然ですよ、男ばっかりですもん自分に。女性全然来ないです本当に。いや いましたでしょ、でも彼女さんとかは。いた時期も、あ、もちろんもちろんなんですけど、やっぱ、はい、いてもやっぱモテたいもんじゃないですか男っていうのは。なんかなんだろう。まあわかります、まあ、わかります、モテる分にはっていう。モテる分にはいい、うん、いいですけどもね。誰もやってこなかったですね。でも そういうの見てる、見てたんで、翔平のこの今モテ具合というか、はい、見てると、うん、腹立たしいっす。腹立たしいんかい。どうですか、そのそういった腹立たしいとおっしゃってましたが翔平さん。いやそうですね、うんうん、どうなんですかね。タジタジになっちゃったじゃないか。なんか喋りにくくなっちゃったじゃないか。もうあれですか、変な話ですよ、はい、変な話だけどこれはもう人と人としての話です。はい、やっぱ試合前とかって、はい、こう一晩彼女とこう一緒に過ごしたりしないもんなんですか。試合前ですか。試合前はやる、なんかしたらダメっていう話も聞いたことがあって。そうですね。試合どれくらい、僕はどれくらいってどういう意味。2週間ぐらいは、はい、そのまあ変な話じゃないですけど、はい、そういう欲をは抑えるというか。はそうです、禁欲ってあるんですよ。はい、それ人によって違うんですよ。マジ、はい、あるんだ。あります。2週間も。そうですね、まあ、2週間で僕減量とかもある程度始めるときなんで、それに合わせてもう全ての欲を、食欲とかその睡眠、あ、睡眠はまだいいですか。はい、へえ、禁欲トレーニングってあるんですって。トレーニングっていうかね、なんかあるんですよ。あれ何なんですかね、自分もまだいまだに分かんないんですけど。あ、それで翔平どれくらいって聞いたんだ。そうです、どれくらいの期間っていう。人によって違う。ちなみにひろとさんはどれくらい。自分も2週ぐらいですね。でもだんだんと短くなりました。だんだんと、はい、最初1ヶ月だったんですけど、うん、次3週間になって2週間。はあ、あるんですね。あります。だからそれをやったことによってなんか自分に負けたような気がするので、まあそれで本当に効果があるかっていうか、はいはいはい、動きに、うん、影響があるかどうかとか、疲れはちょっと僕も把握はしないんですけど、スポーツ科学的な根拠はないけども、うん、なんかその、まあ、ルーティーンというか自分をこの追い込むために。そうですね、まあ、戒めるというか。うーん、なるほどね、まあ、自分に勝つために。うーん、まあ、自分に勝つのが一番変な欲は全部捨てるみたいな、うん、なんか腹立ってきません、だんだん相手の選手とかに。食べたいものも食べれんし、減量きついし、練習きついし、エッチなこともしちゃいけんし、もうなんかあいつみたいになりません。いやいや、もちろんなりますよ。それがパワー。でも相手もそう思ってるのか。まあそうですね。うん、お腹空いてエッチしたいやつ同士の試合みたいになりますね。なんかね、聞こえ悪い。聞こえ悪いけど。やっぱりそれがあるからこそ、こう試合が終わると、まあ その対戦相手のことを 2,3 ヶ月間ずっと思いながらやるので、まあまあその一番この3ヶ月間ぐらいの中で、はい、その彼のことを思ってるんですよ。ああそうですね、そう思って、うん、多分彼女より多分考えちゃうもんね。そう、彼女よりも考えてしまうので、終わった後はもうすごいなんか愛おしいというか、愛おしいというか、そういうなんか変な感情はやっぱ、ね、変な感じになっちゃうんですね、はい、まあそれほどだって相手のことを分析したりね、動画見たりとかして。 そうですね、そっか、面白いですね。じゃあ一度試合をした相手っていうのはなかなか忘れないもんなんですかね。あ、そう、僕もあれか、でもまあ更新か、更新されますね、更新ですね。その中でも印象に残った選手っていうのがやっぱこの苦戦した相手とか強かった相手とかになっていくのか。そうなりますね、うん、うん、なかなか覚えてるはないよね、あんまりね。意外に、まあ、その、まあ、打たれてるのもあるのかもしれないですけど、常にこう、じゃあ今の過去の戦歴で、はい、
全員の名前言えって言ったら言えない。あ、もう全然言えないですね。何名ぐらいですか、言えるとしたら。まあ言えるとしたらちょっとまあ失礼なんですけど半分20多分2、3000ぐらいって言うんですか、半分ぐらいかな、はい、あーそっか。順番とかはもう完全に、うん、あのデビュー戦はもちろん、あ、はいはいはい、すごく覚えてて印象があって、うん、あと、はい、タイトルを取った時とか、うんうん、のあのすごく思い出深い試合とかは残ってるんですが、はい、初めて KO をしたとか。あ、なるほどね。これはどの選手も多分一緒かもしれないね。うん、ひろとさんも自分たちボクシングでも50戦以上してるんで。いや、やったね。いや、いや、ごめんなさい、いや、すごい、改めて聞くと、いや、はい、いや、すごいなと思って。だから本当覚えてないですね、本当に。だからやっぱりあのデビュー戦、うん、各タイトル獲得した人は覚えてるかな。覚えてそう。僕ら芸人は対決っていうことではないので、はい、うん、でも一番滑った時とか覚えてますよ、うん、だから負け試合っていうんですか、はい、負け試合覚えてますね。勝ったとかは、勝ったとかもないから、勝ち負けではないから、うん、まあ、受けたことは覚えてる。いや、負けたことの方が覚えてますかね。めちゃくちゃ滑った、あの、うんうんうん、以前あの仕事でね、はい、敬老会の会場で、はい、敬老会で、はい、ネタをやってくれっていうことで、はい、いい、まあ、いいとこの敬老のその、お祝い事で、はい、本当にハーバービューホテルの屋上の、うんうん、もう屋上展望台が展望景色が展望できる高級レストランみたいなとこで、お、豪華ですね、うん、ネタやってくれってことで、はい、会場行ったんですよ、はい、そしたらもうおじいさんおばあさん、はいはい、めっちゃおじいです。みんなさんが思ってる以上におじいだし皆さんが思っている以上におばあです、はいはい、おじおばが綺麗な格好をして食事してるんですよ、はいはい、ではまあちょっとねささやきおしゃべりしながらで僕らがえー、ってなって、おばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんに受けるネタなんかなみたいな、それでも一応考えて、はいはいはい、テンポをゆっくりしたり、うん、まあ、いろいろ、まあ、持ってるネタをちょっと方言を交えたりとかしてやったんですけど、何も受けないんですよいや、だから分かる気がします何も受けなくて、はい、なんかもう逆におじいおばあが僕らに気使って、はい、なんか静かにこのフォークとナイフをカッチャーみたいな音立てんようにしてるんですよ。でも滑ってるからフォークとナイフの音がカッチャーだけが響く時間で、はい、どうもありがとうございましたっつって、いや死に滑ったな終わりやすさみたいな感じになって、はいはい、そしたらその担当の方、担当の方は若いんですけど、はい、担当の方が私は面白かったですよっつって、いやもういいよっつっていや超きつかったですね。でしかもまたギャラが良かったんですよ。あ、立派な会場だったし、はいはい、なるほどなるほど、あんなに滑るかっていうぐらい滑って、でもなんかそれ分かります。うん、自分も講演会とかをさせてもらったことがあって、はい、恥ずかしながら、はい、でも講演会って別にこの笑いを取る場時間はないから、そうないんですよ、うん、でも今こう聞いててなんかこう思ってたのと違うことってあるじゃないですか。自分は小中学生向けにやってくれっていう一度あったんですね、うん、はいはいはい、で行ったら小中学生が一人もいないっていう、あ、大人大人、みんな大人、私が、私より先輩方もたくさんいて私が何を教えればいいんだろうっていうすごく難しい、なんかまあ小中学生向けにも、うん、やっぱり用意していくわけじゃないですか、こういうことを喋ろうとか、はいはいはい、それもまあ、立った瞬間にあれいないなとか思って、まあ、ちっちゃい子いました、3歳ぐらいの子、2、3人ね、あ、入ってくんのかなと思って来なかったという、結局それも1時間ですよ。いや辛いっすね、マジできつかったです。だからそれを言ってもう、うん、お子さんなりにお伝えくださいみたいな感じで話を変えてですねもう本当あれ、ああいう感じ だろうなっていう感じで今ちょっと話を聞きましたね、なんかね、うん、思い出してしまいました。仕事いっぱいありましたよ。あの流しの営業って言ってね、あの、はい、そのある場所のこの歓楽街に行きまして、でそこのお店を10分間のネタを10軒回るみたいなお店を、で居酒屋さんとかスナックを、まあまあ、若手の子ですよ、はいはい、居酒屋さんとかに行って皆さんが飲んでる席で、はい、すいませんって言ってお笑い芸人ですで今からネタやりますんで見てくださいって、面白かったらこのちょっとあのお小遣いくださいみたいな感じ で、はいはいはい、でやるわけですよ、はい、で居酒屋までいいんですよ、萌えやってる、はい、あのニーニーたちがこのね、そのチャチャは入れてきますよもちろん、はいはい、でいやわーってやってくれるんですよ、はい、一番怖かったのはスナック、時間制の、
キャバクラですね、要は時間制の時間制の10分いただくんですよ。やばいな。でも行かんといけないんですよ僕らは。そういう依頼なんで、はい、行くわけですよね。でキャバクラ行って、すいませんって、はい、綺麗な子と女の人と喋ってる男の人からしたら、何こいつらみたいな、はいはいはい、俺芸人です10分間ネタやりますどうもーとか言ってやって、全然ウケない。もうずっと睨まれてる。そうですよね。でだって女の子が笑ったら、はい、女の子笑ってくれるんですけど、はい、笑ったら男の人が不機嫌になるから、あなんでこの10分ずっと睨まれてるという、いや恐ろしいっていうね経験はありますよ。いやでも居酒屋とかでも結構の勇気じゃないですか、そういうのって。でもね、あの結果から言うと、はい、すごくね精神的に強くなりました。あどんな現場でも誰になんて急に言われても、はい、すぐ返せるし、やっぱね、そう、経験は大切ですよね。経験大事です。うん、はい、さあそれではもうお時間差し迫っているということで、はい、はい、ではエンディングのこっちか、はい、さあこの番組はキックボクシング&フィットネスワイルドシーサー那覇社員沖縄居酒屋ゆうづきの提供でお届けしております。はい、最後のお知らせです。はい、3月15日ですね、はい、2020年、初 の、 あの大会天下一が行われます。はい、はい、そこでね、あのメインイベントで翔平選手銀次選手のタイトルマッチとでね、いいカードがたくさん決まっていますので、はい、ぜひ会場へお越しください。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ来週はですね、はい、そんな試合、大事な試合を控えております翔平さんにですね、今の気持ちとか、はい、展望とかですね、いろいろ聞いていきたいと思いますので、お聞き逃しなくよろしくお願いします。さあそれでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。